王者の機密ファイル。応接室の情報共有会で FP をゲットしたら FP 交換所で使ってね。ご愛顧感謝だよ。もちろんだよ。大急ぎでキャッスル3に聴衆機能を追加して、この間の宿舎の件の取り立てに行かせたからね。それよりドクター、今回私が案内するのは応接室。手がかりを集めて FP と交換する重要な施設だよ。もちろん職場環境はすごくいいよ。購買部の売り上げも支えてるし。ふふん、だから言ったでしょ。オペレーターを応接室に配属すれば、いろいろな手がかりをゲットできるんだ。全種類の手がかりが集まれば、外部からの訪問者と情報共有会を開いて FP をたくさんもらえるよ。そして FP 交換所で作ってもらう。おお、もうかなりの量の手がかりが集まったね。どれどれ。どういうこと？全部手がかり7だなんて。全種類の手がかりがないと情報共有会を開けないし、 FP ももらえない。そしたら FP 交換所で買い物してもらえなくなっちゃう。今月の売り上げが。平気平気。自分で手がかりを集める以外にもフレンドと送り合いができるからね。そしたら手がかりをコンプリートする確率も上がるよ。フレンドから送られてきた手がかりはこっちだね。どれどれ。お、なんなのこれ。